どうも、3度目の向井山でございます。さあ、今日はホーム開幕のジュビロ磐田戦でございました。気になる結果は、やりました、1-0、勝利、開幕2連勝。いや、今日はですね、所用でね、生では見れなかったんで、急いでね、帰ってきまして、ダゾーンの見逃し配信で見てたんですけど、前半始まってね、8分に相手のクリアミスを抜け目なく狙ってたね、ガブリエル・シャビエル選手がゴール左隅に決めて1-0。逆足のね、右足でのシュートだったのに、精度高いですね。格が違います。このゴールのちょっと前にもね、ジョー選手の惜しいヘディングあって、左サイドでね、泉選手から青木選手と渡って、ラストにジョー選手のヘッド。これね、入ってもおかしくなかったんですけど、相手キーパーの好反応にやられましたね。そして向こう、ジュビロはアダ・ユートン選手、怖かったですね。体ね、ガチ向きなのにスピードあるっていう。それで重戦車のごとくね、左サイド駆け上がってきましたからね。そんなですよ。そんなアダ・ユートン選手とマッチアップして仕事をさせなかった宮原選手。今日のね、マン・オブ・ザ・マッチでいいんじゃないでしょうか。ねえ。それとね、ランゲラック選手も何度とピンチ救ってくれましたしね。ディフェンダー陣も前節に続いて安定してました。オフサイドトラップよく効いてましたね。ホーシャ選手なんてね、来日してまだね、3週間くらいなのに、さらにね、これから連携ももっともっと良くなるって考えたらね、楽しみしかないですね。これで、まだね、順位のことは言うのは早いかもですけれども、暫定1位。まだね、早いですけれども、それでもね、やっぱね、1位、嬉しいですよ。来週はベルマーレ戦の前に、ルヴァンのレッズ戦があります。このルヴァンもね、いい開幕切って、早々とね、プレイオフステージ進出、決めちゃってください。